皆さんこんにちは、ヘルニアです。今回ですけれども、新しく NF が追加されたギリシャ。そのギリシャ王国での民主ルートを、今回は遊んでいこうと思います。軽く基本情報をまとめておきますと、陸軍は山岳兵もぼちぼち目立つ、13個の師団。海軍は昔は全体戦型の、オンボロ戦艦があったのですが、ディシジョンで解放、というより再整備する形っぽくなったようで、以前よりかは初期戦力が下がっています。まあ不便があるとすれば、若干隣国のトルコとの政界争いくらいですので、そこは致命的なほどの問題はないとして、航空機は戦闘機と爆撃機合わせて、97機ほど。まあないよりかはマシなので、これもぼちぼちくらい。軍需と造船所は2個ずつしかありませんが、民需は初期の7個に加えて、対戦中は鉱物資源。とりわけイギリスがアルミを大量に欲しているので、アルミ、鉄、若干のタングステンあたりが、かなり売れて民需に大きなブーストがかかってくるでしょう。さて、まずは国家方針ですが、大きく分けますと、国王を軟禁する左ツリーか、そのまま残して、柔道やファシだったと思うをプレイする右ツリーで、大きく分かれます。今回プレイするのは、左ツリーの左ルートで、一度国王を軟禁してから、再び国王と妥協を図り、きちんと整った君主制として、スタートするというルート。今回のように、君主や共産といった、左ツリーで遊びたい場合は、ディシジョンの国王の軟禁。下に表示されているように、どうやら25日の期限付きなようなので、自分の遊びたいルートに合わせて、取得したりしなかったりを選んでいきましょう。そして国王を軟禁することで、選挙の結果が変わるというディシジョンなので、選挙結果が出るまでは、しばらく待ちの状態。ギリシャには無能な元首の他にも、多数の問題があるので、まずはそれを確認しましょう。まずは王様ゲオルギオス2世。安定度を多少下げるデバフ要因ですが、まだ可愛い方。二つ目が IFC への債務、消費財圧迫 15%、安定度マイナス 10%。説明文を見るに、要は AF 税が牛耳っている、IFC に多額の借金があるから、それを返済するなり、別の方法で逃げない限りは、この圧迫は続くよということ。これの解除の仕方が少額だったり、高額で返せたり、またギリシャに対応して、AF 税が選んでいるイベントなのか、なぜか一気に借金返済が進んだり、逆に返済を受け付けない、ディシジョン消滅が起こったりと、ちょっと複雑かつ解除手順の深掘りもできそうな痛いデバフです。そしてもう一つ痛いのが、外国の独占。消費財圧迫 20% ほか、経済や貿易法のコスト上昇などです。これは IFC のディシジョンで削減するのと違い、産業ルートを進めることで、解除へと向かっていきます。逆に解除を終えることで、最終的にはバフになったり、消費財マイナス 7% の産業系設計者が取れたりも、次に消費財マイナス 10% の効果を持ちますが、経済と貿易法コスト 25% アップ、また良くも悪くも資源がより多く外に出る、シャハト計画。もう一言でまとめれば、ギリシャは借金などで外国の影響を受けまくっている国家と言えるかもしれません。そしてお次は、政情不安。これは各派閥との仲が良いとバフ、逆に悪いとデバフがつくのですが、詳しいことはまた後で説明しますが、要はディシジョンで政治力を支払えば、デバフを消せたり、友好関係になってバフにしたりもできます。最後に、インドでもよく見た、農耕社会の国民精神。徴兵可能人口補正マイナス 45% と、工場出力マイナス 30% を持ちまして、ギリシャの国民精神説明は、終了になります。ひとまず政治の左ツリーを進むには、選挙完了を待つ必要があるので、それまでは35日で終わる、ドラクマの陛下切り下げの NF を取得。これは先ほど言った IFC の借金を返す、最も無難な方法の一つで、AF 税それぞれの借金が 100% ありましたら、ディシジョンで各国の借金の 25%、すなわち、一国に対して4回ディシジョンで支払えば、借金返済イコールデバフ軽減、消滅につながるということ。と単純に考えれば、合計12回政治力25と期間を支払えば、デバフが外れることになるんですが、今回のプレイでは、途中でフランス君が返済を拒んだのか、ディシジョンが消滅したりと、ちょっとまだ深いとこまで、僕自身もわかっていない感じ。ただディシジョン1回取得するのに、60日かかるので、政治力に余裕があるときは、できるだけさっさと返した方が良いと思います。そして国王の軟禁ディシジョンを選んだことで、選挙結果が変わり左ツリーを遊べるように。と同時に、先ほどまで嫌われていた派閥に、中立的な考えを持たれたり、また友好的になってくれたりと、派閥の友好度に変化が起きました。次は今回の DLC でも重要になってくる、後で説明するといった、派閥についてご説明していこうと思います。とその説明の前に、まずは左ツリーの左ルート、君主主義者へ譲歩の NF を取得。
要は民主的な立憲君主制国家を今回はプレイするわけですが、それを取得したことにもよって派閥の有効度が変化していきます。さて、現在は君主主義者に譲歩、つまり国王の軟禁を解除したわけですから、君主主義者の人たちからしたら、お、今の政治はいい感じじゃないかと友好的になってくれるのはわかると思います。対して、せっかく国王を軟禁したのにまた戻すとはどういうことだけしからんと、共産主義者は激怒で敵対して安定度にデバフを与える要因になってます。このようにギリシャの派閥は有効なら安定度と徴兵可能人口補正にバフ、敵対なら安定度にデバフ、他には忠実とか無意味などの表示がありますが、それらは特に効果がないと思われる、基本はプラスかレイかマイナスかの影響を与えます。プレイヤーからしたらプラスはありがたいし、ゼロでも邪魔されるわけじゃないなら問題ないけど、デバフは地味に困るなといった時に使うのが、下にある各派閥との融合、もしくは粉砕といったディシジョンです。粉砕はその名の通り、力で抑え込んで効果なしにしてしまうこと、有効はバフの状態まで持っていくことができますが、取得条件や何より政治力が結構必要なので、とりわけ有効のディシジョンはそうやすやすとは取らせてくれません。しかしギリシャは元から人口が少ないので、無再現、敵の規模によっては全成人徴兵にする可能性もそれなりにあり、そうなってくると、たとえ 15% の補正で無再現徴兵 10% だったとしても 11.5% の徴兵になるわけですから、ギリシャにとっての補正は結構バカにできないところもあります。実際には農耕社会で補正が下がっているので、ここまでうまくいくとも限りませんが、全人口600万人ほどの少ないギリシャには助けになる場合もあるので、余力があるなら取ってみても良いと思います。そして派閥関係の効果としてもう一つ、陸軍の中にも派閥を持つ者がいたり、政治顧問の取得できるできないにも派閥の有効度が関係してきます。今回は君主主義者は有効的な立場になってくれてるので、君主主義者系の人材を中心に取得していくことになります。そして立憲君主制ルートを取得最中、EEメンバーのイベントが発生。EEとは何ぞと言いますと、調べたところ、ギリシャのナチファシズム政党のようなもので、故に彼らの要求を飲めばファシズムの支持率アップ、逆に断れば支持率ダウンなどといった、そういったイベントがこの先いくつか発生します。というのも、このギリシャの立憲君主制ルートは民主の他にもう一つ後半で分岐し、それを取得するためには途中のこのイベントなどでファシ化して、皆さんご存知ビザンツ帝国の最高ルートを遊ぶこともできます。今回はトルコの分割が見たかったからギリシャの民主ルートを選びましたが、また別の機会にビザンツの復活ルートも遊んでいこうと思います。そして NF は外資補助工場の開放を取得完了。写真翻訳で見たところ、内容的には英仏独ソの有効度がそれぞれ80を超えていれば、一国につき民需と軍需を1ずつ追加、すなわち最大4個ずつ、最大合計8個の工場を獲得できる NF なんですが、ギリシャの軍出3でドイツのシャハトプランを排除して、残念ながらドイツとは仲が悪くなってしまったので、今回は6個のみ。この辺は取得順序をうまく選んでいかないといけませんね。しかし一番ひどい時は消費財圧迫60のギリシャにとっては、民需もですが軍需工場3個の追加は結構ありがたいです。言わずもがな、ギリシャは鉱物資源が小国にしてはある方ですし、もっと言えば新しい NF になって追加の資源を産出することだってできます。アメリカやフランスと同じスロースタートの国ですが、資源が売れるようになってからはバカみたいに強くなるのは一緒ですので、ギリシャ君の後半の伸びに期待していきましょう。そして NF は高級品の輸出を拡大を取得、外国の独占デバフを軽減するとともに自由貿易に変更されるため、今回は前半の分岐は左ルートを進みました。そして産業の中央の分岐で、外国の独占デバフはどんどん軽減されていきます。ざっくり言うと、中央右は主に軍需追加、対して左は民需追加が多く、ラストは工場か造船所か人口などかという分岐で、外国の独占をバフに変えるか除去するかを選んで、最後研究枠で締めくくるといった内容になっています。そしてギリシャ的にはどんどん外国の独占デバフを外したいのですが、次の軍需追加系 NF がついでに経済法を戦時系に、初期状態だと民間経済から部分動員に変えるものなんですが、あれこれいけるんじゃねと部分動員にしてから、その NF を見てみたら、部分動員から戦争経済まで落としてくれるそう。民主主義国家としてはありがたい変更ですが、
戦争経済は変更と維持に、戦争協力度 50% 以上が条件だったと思うので、先に戦争協力度を上げる NF を取得している次第です。これは僕個人の感覚なんですが、ギリシャは35日の NF 取得も多く、ブルガリアやトルコほど NF やディシジョンもそこまで複雑じゃないので、もし三国のうち、どこからやろうか迷っている方がいれば、ギリシャが一番楽な方ではあります。少なくともブルガリアよりかは、だいぶ動きやすいはずです。さて、産業ルートによって、農耕社会や外国の独占デバフも弱まりつつ、いよいよ君主ルートの重要 NF、メガリーデアの復興を取得。さっくり言いますと、ギリシャはトルコにある丘陵を取り戻したい。その大ギリシャ主義を実現するために、AFTと話し合って、トルコの分割を行わないかという NF。まずは AFTのみか、イタリアも一緒に招くかを選択。今回はギリシャ含めた4カ国での分割が見たいので、イタリアも参加させます。話を戻しますと、この会議によって、分割進行できるかどうか、そして今回は目指しませんが、ビザンツ帝国再興ルートにも、関わってくるところがあります。それだけに、取得時間は140日かつ途中解除も不可と、君主主義ルートでの、大きな意味を持つ NF になるのです。そして結果から先に申し上げますと、会議は AFTギでの分割が決定し、イタリアを除いて、AFTと共に宣戦布告可能なゴルディアスの結び目を取得開始。そしておそらくフランスは引き切りましたが、連合のイギリスが、強制的にフランスを引っ張り出し、トルコ、およびその独立保障をしていたルーマニアに宣戦布告。ギリシャトルコ国境だけでなく、フランスのシリア側などからも、トルコに侵攻が始まっていきます。あらかじめ貯めておいた政治力で、大規模徴兵と戦争経済に、今のうちに変更。トルコはフランスシリア側に兵を割いた結果、ギリシャ側の国境は比較的甘く、コンスタンティノープルが陥落。と同時に、小規模ではありますが、トルコ軍を包囲することに成功しています。その後は海峡部分をぶち破って、シリア側のフランス軍や、応援に来たイギリス軍などと共に、トルコ分割を急いでいきます。思ったよりフランス軍がやる気で、戦後の取り分をだいぶ持っていかれそうですが、まあ事前の話し合いで、最低限の取り分は確実に取れるので、ただ働きになることもないでしょう。そして物量押しでトルコが降伏し、海峡部からエーゲ海沿岸にかけてをギリシャ、地中海南部方面をイタリア、イギリスはアルメニアに傀儡を作って、フランスのクルド人領域請求権が、講和会議前に約束されてないのは、フランスがイベント上、戦争を渋ったからなのか、それとも仕様なのかはわかりませんが、言えることとしては、ギリシャ的にはさらなる土地を分取るチャンスでもあります。トルコの監督傀儡管理をするのは嫌なので、うまいことアフィオンと、トルコの人であるアンカラまで直接いただけるのであれば、かなり大満足と、ギリシャはそこそこ大きく領土を増やします。トルコの史実以上の無残な分割も終わり、あとはついでにハッピーセットしてきた、ルーマニア軍の処理に当たります。ルーマニアはなかなか陸軍がいるので、港に師団がいたらかなり面倒な展開になる予想はしていたんですが、ありがたいことに港は空で、ひとまず上陸は問題なさそうです。まさかのオーストラリア軍が、ルーマニア上陸を頑張るという、珍事件も発生しておりますが、ギリシャが一時的にルーマニア軍を引きつけたことで、オーストラリアも被害がそこまでなく上陸成功。その後オーストラリア軍が取ってくれた、ベッサラビア方面から、ギリシャ軍全力の攻勢を仕掛けて、一気になだれ込むことに成功。ルーマニアも戦線が短ければ、まだ対応できたかもしれませんが、ギリシャのこの攻勢が決定打になり、彼らはじりじりと敗北の道を進んでいきます。そして講和会議では、傀儡を作ろうと思ったんですが、イギリスに先を越され、ドブルジャ割譲じゃさすがに対価に見合わなかったので、ベッサラビア方面を、しばらく自分の中では咀嚼ということで、決着をつけました。国境線が汚いのは、僕自身も嫌ですが、ギリシャはギリシャで、この後枢軸と戦わないといけませんから、そのためのステイシ領土くらいは、確保しておきたかったということです。でもって今回は、ディシジョンの大ギリシャを形成を取得しまして、前編の締めとさせていただきます。このディシジョンにより、トルコの一部が中核集化するほか、イタリアの支配する、トルコのアンタルや、南アルバニアのジロカストラなどを中核州にできるほか、コンスタンティノープルやテッサロニキに、遷都することもできるようです。といったところで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。